どうもサバイバーの皆さん、鉄集めで大量のアルゲンを連れてたら、すぐ近くにオスリにオグナタがいた場面から、ここ、初期のリスチの真横だよな。オスナタは、倒す必要がある。倒すとフェロモンってアイテムを落として、それがリにオグナタのテイムに必須にゃん。やっぱ全然、アルゲンより早い。金属入りまくってるから余計かもな。まあ金属は無限に必要だからね。リにオグナタの攻撃、遠距離のやつは、5回当たると動けなくなる。レベルもあんま高くない相手、これだけ数いれば、楽勝だな。これが100レベ超えならギリ負けそう。負けはしないが、1体は死にそう。落ちてった死体、あの中にフェロモン、回収するのはいいが、結局今テイムするの無理だよな。まあ一応、拾っておく程度にね、なんかちょいちょい、見かけるよね。前作より湧きやすくなったとか聞いたが、とりあえず動画前半はダイジェスト。一旦フェロモン持って帰ろうか。なお消費期限切れでなくなる模様。今テイムは絶対できないしね。それでまた、ソロで作業してた場面、120レベのオスバリオを発見した。バリオ、2体どっか行ったもんな。あの洞窟の個体、2体ともメスだから、あそこで交配させようとか思ったけど、モノポテが100レベぐらいのテイムしてくれた。あそこのバリオはもう、用済みだな。低温ポット実装まで生きてたら助かる。その頃にはもう、アイランドにいない説。12月に、スコーチドアース来る予定。本当に来るかはちょっと不明。正直延期しそうな気がするぜ。PS5 の ASA は日にち決まったんだっけ。12月1日か2日だった気が。キブル持ってきたから、パパッとテイム、120オスバリオ、ゲットだぜ。ちなみになんだけど、このバリオ、初期でスタミナ46、攻撃38の個体。酸素に振られない分、優秀だな。アークにも、個体値的なのがある。レベルを上げて触れるのが努力値。種族ごとの元の捨てが種族値だな。このゲームにも、産地がある。PVP での恐竜の対人戦もあるし、実質このゲーム、ポケモン説。120バリオ、無事にテイム完了。これは無謀ことなき究極のバリオ。この世界での最高レベルバリオ。それでついに、黒真珠が集まった、モーターボートが、完成した。モーターボート、高速で動くイカだ。上にカブとかも乗せれるにょん。ただまあ、一つ問題があるとすれば、リードシクティスって巨大魚にワンパンで破壊されるらしい。イカだけは全般、ワンパンらしいな。いろんな恐竜連れて、やっと帰ってきた。マジで黒真珠ずっと集まらなかった。ただモノポテ、寝たままだけど。いや俺、今普通に動いてるよ。こっち目線思いっきりベッドの上。しかもただ、ベッドの上で寝てるんじゃなく、モノポテがアイテム切り替えたりしたらそれに連動してこれが動く。超アグレッシブ無遊病。ベッドから急に立ち上がってジャンプする。絵面がめっちゃシュールなんだぜ。それ、ジャンプ以外だとどうなるの？一旦水、飲んでみるか。腰が信じられない角度に曲がった。腰から上だけ落ちて水飲んだな。この後、私がサバ入り直したら治った。ちなみにそんなモノポテが、なんかエグそうな家を建て始めてる。やっぱ建築は任せて良さそう。モノポテが全部建ててくれるわ。これでまだ、未完成らしいからね。完成形態は一体どうなるんだ。海沿いの超オシャレコテージみたいな。マジでエグい家になりそうな予感。それで今回は、そろそろね、アークの海に進出したい。海の中にも洞窟があって、そこのアーティファクトも今後必須だな。ただし、アークは水中が一番ヤバい。正直地上洞窟なんて比にならないレベル。しかも確か、このマップの海底洞窟、どっちもレベルオーバーしてる。野生の200レベとかが襲ってくるな。まあとりあえず、スキューバ装備作って、メガロドンテイムしていきたい。スキューバ、ゴーグルとボンベだけ作成。ボンベはそのまま、水中の呼吸用。ゴーグルは水中が超見やすくなる。前作まではマジのゴミだったんだけどね。影設定中以下にしたらゴーグルなくても海見えるよ。あ、じゃあやっぱいらないかも。とりあえず、高レベのイクチを発見。イクチオサウルス、水中の移動用生物、体力も攻撃も全然ないもんね。ただ移動は早い。ほんと移動特化だぜ。手渡しテイム、メガロドン探したいし、とりあえず1体テイムしておこうか。そしたらあとはメガロドン探し。あとはバシロサウルスも欲しいし、水中生物はなんだかんだ全部欲しい。モサニプレシオに、普通に優秀だぜ。まあまずは、高レベメガロドン探し。メガロドンは群れで動くとバフがかかって、最大9匹でいれば攻撃3倍、火ダメ 70% カットできる。とりあえずオスメステイムして増やしたいな。ただし野生メガロにも同じ効果ある。洞窟行くなら大前提の効果ってことね。なんならアルファにもバフかかる。野生時の方が厄介まであるか？それでまあ、メガロドン探しつつ、新しくなった水中探索をしてた。正直そこまで大きな変化は今見えないな。アイランドの海自体そんな探索してないしね。アルファメガロドン2体いるんだけど、マジで今作、アルファ多いな。ちなみにクニダリア、クラゲが、体が光って目立つようになった。クニダリアの攻撃は当たると騎乗解除される。そいつが目立つのは超、助かる。あとは電気ウナギの数も減ったか？電気攻撃で、攻撃下げてくるウナギ。電気攻撃を受け続けると体が水色に光るハゲになる。ノーウェイホーム出れるかもな。
メガロドン探しつつ、適当に泳いでたら、プレシオサウルスに襲われ始めた。プレシオサウルスは主潮流、水中でプラットフォームサドルっていう上に建築できるサドルつけれるな。あと水中を泳ぐ速度が最速らしい。そういう点でも使えるにょんね。あと深海には、モササウルス、シンプルにでかくて戦闘強いのと、ピソテウテスって巨大イカが湧く水中戦闘で最強のイカだな。にしてもほんと、低レベばっか。このマップ、高レベ湧きづらいからな。あそこの場代も、たった8レベ。場代はクニダリアの電気受けても気上解除されない効果がある。洞窟用に高レベ欲しいが、パート19まで撮影終わってる現段階ですら高レベ見たことない。メガロドンも、高レベいなかった。一旦今回は、88レベで妥協。サバの最高レベルが120。悪くはない。とは思うが、良くもないってのが正直なところ。さすが200レベ超え、狙いたいよな。とりあえずメガロー、安全な位置に誘導。そのつもりがアルファもおまけできた。赤オベリスクの真下に引き連れたが、そこで詰まった。今チャンスかもな。しかもここなら、銃で撃てるね。プレートから、飛行セミオートライフル拾ってた。これでパパッと、横のアルファ倒そうか。アルファ倒したら、88レベコンスイテイム。とりあえず今回は、こいつで妥協だな。まあ、使うまでにもっと高レベテイムすれば、88レベメガロも若干陸出てる。詰まってそうだし、余裕。自然のトラップ状態だな。相手クリーチャーをマナに置く。それはナチュラルトラップ。ちなみにこれでやっと、95レベ、マグマサウルスサドル解放。全アイテムデータはあるっぽいな。それで赤尾部のもと、ちょうどよく海だから、ここの入り口に門設置。拠点からも近いし平和な位置。メガロドン保管にはうってつけだな。保管場所ちゃんとしないと死ぬし、24時間サバの大変なとこだな。とりあえずメガロドン、テイム完了。これで今後、水中探索しやすいか。そろそろボス戦視野には入れたいからね。海も地上も、アーティファクト全部欲しい。洞窟探索、そろそろ本格開始か。ってとこで今回は一旦終わる。次回は洞窟探索なんだけど、超頭悪い事件が起こるかい。それではご視聴ありがとうございました。